まあ、いろんな各ラジオとか紙面とかで言ってたことなんですけど、まあ、このライブが実際に始まるまでに、開場してから開演までに、何かこの会場内で不思議なことが3つあるよということをお伝えしてました。で、それをちょっと会場を見渡してもらったらね、もしかしたら分かるかもしれないんですけど、それをちょっと1個ずつおさらいしていこうかなと思います。まず1個の奇妙な出来事がこちら。花道がとてつもなく細い、むちゃくちゃ細い、平均台ぐらい細いです。こんなんないです普通。